いろんな戦い方ができた、うん、まあ、これは本当に自信になっているとは思いますよね、はい、ですからどんな状況になっても自分たちはやっぱりもう一回こう戦えるレベルにあると。荒木が持っていく、土井が中に入っていきます。右から常本も来ている、その常本を使っていく、常本はシュートだ、キーパー触ってクリア、よく戻りました石原ガッツポーズ出ました、はい、しっかりと引きつけて、もう一番いいシュートの場面まで持っていって、まあ、ちょっと左に体重かかったので難しくなったとは思いますけど、まあ、でも関口からのボールニアへパーサー、おっとよく触った、うん、本当ですね、吹き出した格好になりました。コーナーキックです。レオシルバ、荒木から町田のヘッドです。アピアタビア、バウンドしますが犬飼と西村、犬飼あった西村、ここは無人のゴールに流し込んだ、先制メガルタ仙台、西村決めました、ワンチャンスものにしました仙台。常本ですかね、はい、ちょっとラインが揃ってなかったですね、まあ、でもこういうバウンドさせると一番こういうことが起きるんですよね、最初のバウンドでね。まあ、前半鹿島がこういうのような形がありましたよね、クリアのボールがそのまま抜けてたっていうシーンがあったと思いますけど、まあ、これが逆になりましたかね。ゴールは今季自身 J1 4得点目です。ながらずにここは常本、呼んでいた上田綺世、上田からエベラウド、もう一度上田綺世、上田のシュートだ、ストイッチのセーブ、手拍子の中コーナーキック、いやー、おー、ストイッチです。スオビクがいるんじゃないかみたいな感じなんですかね、はい、そうですね、手拍子の中ファーサイド折り返す、混戦の中押し込めるか、触った、もう一度コーナー、ソイシッチ触りました。